三笘薫さん、いざビッグクラブ行ったら活躍できるの？三笘もいざビッグクラブ行ったら活躍できずに終わりそう。冨安、本田、香川、中田しかり結局微妙になってベンチ要員やからな。自分のレベルに合ったとこでプレイするのが一番いい。言うて長友はよくやってたやろ。インテルで8年やってたのはほんますごい。よくやってはいたけど暗黒期活サイドバックなのはな。中田以外全部リーグ変わっとるやん。三笘はプレミアならワンチャンあるやろ。香川はドルトムントで活躍したからまあええやろ。ただレアルとかパリとかシティとかでスタメン張れるようなのは出てこないね。ビッグクラブ、ほい。カイセドとエスプピニャン取り上げる、三笘。出し手がいなくなるだけでプレミアでも確実にゴミ化するよ。三笘、アジア最終予選、よかった。東京五輪、よかった。ワールドカップ、よかった。結果しか出してないからな。無難に動いてくれれば、今のブライトンは普通に EL 圏内、なんなら CL ワンチャンな気がするんだよな。ソリマチは三笘に負けないぐらいドリブル上手いし。三笘新規やけどもしかしてプレミアって強くないんか？てっきり世界最高リーグかと思ったら国際大会勝ててないんやが。国際大会イコールリーグの強さなら、セリエとアルゼンチンリーグが没落してるのおかしいだろ。